精神分析家とは、一般には、ジークムントフロイトの臨床技法を受け継ぐ、インスティチュートで、訓練分析を含む訓練を受け、精神療法としての精神分析を行うもの。精神分析家になるための基準は、国際精神分析協会によって規定されている。その日本支部である、日本精神分析協会における基準は、以下の通り、 以上のような訓練を経ることによって精神分析家となることができる。ただし、フランスの精神科医で精神分析家のジャックラカンは、上記のような国際精神分析協会による規定に代表されるような閉鎖的、権威主義的な精神分析家の定義に意義を唱え、精神分析家は自身によってのみ精神分析家として認められるとして、 精神分析家としての資格は、訓練分析によってではなくむしろ、パスと呼ばれる手続きによって与えられるべきであるとした。特に、フランス国内及び、中南米の国々においては、訓練分析によってではなく、ラカンの示した手順によって、精神分析家として従事している人たちが多数、存在している。精神分析家として活動した後、離反したものを含むが、 当初からのアドラー派、ユング派は含まない。出生順、国名は、出身国。日本,出身,日本,出,身日本出身者以外日本出身者日本、出身者以外日本出身者日本、出身者以外日本出身者、ありがとうございます。